それではですね、これから薬物乱用防止教室の方を始めさせていただきたいと思います。ちょっと皆さんの方にお聞き質問をね、させてもらおうかなと思ってます。特に少年の大麻のね、検挙は増えてるか減ってるかどちらだと思う？増えてます。あ、正解ですね。で、あの黄色いところが大麻というものの全国の数字になってます。平成24年ぐらいからですね、増えて始まりましてですね、今令和3年ではもうだいたい1000人ぐらいの検挙の数というふうな形でぐんと増えています。この大麻っていうのがですね、少年の中ですごく増えてきているっていうのが今の現状になってます。滋賀県の少年の大麻というふうな数になってます。で、これも、まあ、28年3人で、そこから以降ですね、30年からはずっと県内でも大麻でですね、捕まっている子が増えているというふうな現状です。いわゆる全国と同じような状況をね、滋賀県も辿っていってるっていうふうなことを覚えておいていただけたらなというふうに思います。いろんな薬物といってもすごく種類が多いです。で、今日はちょっとせっかく来ていただいてますので、薬物の標本ね、をちょっと持ってきましたので、もうこれも一つの代表的な、だけのものです。いろんな形状がね、このマークもこういうふうなキャラクターであったりとか、スポーツメーカーのね、柄が入ってたりとか、あ、大丈夫だよみたいなイメージでしながらですね、売られてたりっていうのもあります。例えばこれとかだったら、なんかパッと見こう薬物に見えないスポーツメーカーの柄にしてみたりとかおっしゃってたんですけど、あの日常に潜めるようなこうものにものがあるんだなと。こういうインゴと呼ばれるようなものを使ってます、ね。覚醒剤 S とか、あのスピードとかアイスとかで、タイマー、葉っぱとかマリファナとかいろんな、まあ、あのガンジャとか、まあ、呼び方いっぱいあって、自分たちが使う中でね、分からないようにしたりしてます。これ実際にあのうちの方で、ね、いろんなあの検索なりして見てるツイッターの画面です。これ、まあ、あの何を意味するかっていうと、さっきの隠語で言うと黄色いのこれ葉っぱですね。で、下のアイスクリームはアイス、覚醒剤、ね、葉っぱ、ね、大麻であったり覚醒剤、誰か一緒に楽しめる人いない、ね、自分が提供したり、あの誰か一緒にちょうだいよっていうふうな形での書き込みがどんどん多くなってるっていうふうな現状になってます。現在、滋賀県では10代から20代の若年層の大麻事件の検挙が実は約8割では、その若者たちがどうやって大麻を手に入れているか、入手方法の一つとしてインターネットを利用して大麻などを手に入れたという事例があります。まあ、接触せずに簡単に手に入れられる、まあ、今このような時代に突入をしております。大麻というのは買う以外にも手に入れる方法が実際あります。それは自ら栽培する、まあ、こういった方法も実際あります。滋賀県内でも過去に多数大麻栽培を検挙した事例もあります。中には一軒家で大量の大麻、これを栽培していたという事例もあります。そしてこのように栽培された大麻、これは密売をされて暴力団の資金になっている、そういうところです。まず一番覚えておいてほしいことは、薬物は脳にダメージを与えるということです。そして一度ダメージを受けた脳は薬物を使う前の状態には戻らなくなってしまい、通常の社会生活を送るために必要な能力というのが生涯にわたって治療や周りのサポートがないと身につかなくなってしまいます。またインターネット等で大麻は体への悪い影響がないといった誤った情報が氾濫しておりますが、大麻も脳に作用して様々な不具合を引き起こします。特に成長期にある若者の脳に対して影響が強いということも判明しております。間違った情報に左右されず、絶対に使用しないようにしてください。違法な薬物ね、これについては本当に都会の話ではなくて、
もう本当にインターネットさえあればもう場所は全く関係ないので、それこそ滋賀県でもすぐに手に入ったり、ね、そういった使う人と接触できたりっていうふうなところが現実だっていうのをよく覚えておいていただけたらなというふうに思ってますし、その現状をねしっかり認識してもらって、まあ、こういった薬物の乱用をね、させないですね、滋賀県からなくすね、いうふうなまた活動も取り組んでいただけたらなというふうに思います。改めて大麻とか薬物の危険性を学んだんですけど、何ですかね、10代20代の成長期に特に危ないとか、全く大麻が体に支障がないとか、それが改めてこう間違っているっていうことを再認識できてよかったです。僕も実際に SNS で大麻は実際は体に悪くないみたいな、そういう情報を目にしたことがあって、しっかりとこう専門家の方だったり警察の方が発信されている情報をしっかりこう学んで自分の行動を見直す必要が、まあ、みんなあるのかなっていうふうに思います。親しい人がそういう勧誘をしてきたりだとか、そういう危険性もあるので、まあ、よりしっかり自分で判断して絶対にこういう薬物に触れないように自分への影響っていうのを考えたら本当に手を出したくないものがあるので、気をつけていきたいなと改めて実感しました。